どうもこんにちは、 KK こと加納一馬です。ネットフリックスの字幕ってちょっと雑じゃない？なんかね、使いにくいんですよね。そう、吹き替え用字幕でさ、その字幕が出ない場合あるじゃない。なんかそれ英語じゃない国のさ言葉が出てんのに、その字幕が出てこないみたいな、字幕ありにしないと出ないみたいな、あれほんと嫌よね。雑なんだな、ネットフリックス、そういうとこ。俺最近サウスパーク見ててね、スペイン語が出てきたのに出てこないっていうことがあってね、嫌だった、ほんと。あれ直してほしいんだよな。他にもスキップ機能ってあるじゃん、オープニングのやつ。アニメとか海外ドラマのオープニングスキップできる機能。あれない時あるしね。ほんとさ、雑なんですよ、ネットフリックス。頼みますよ、そのところ。そして本日は、気になるニュースのお時間です。いやーね、ほんと3週連続でやってますよね。すごい、ほんとね、全然再生回数は伸びないのによく続けるよ。俺もほんと頑張ってるわ、ほんとすごい。もう再生回数の伸びに関して俺1年前と大して変わんないんだよな、ほんとに。もうチャンネル登録者数がなんか増えてるはずだな、その辺全然変わんないんだよな、おかしいな。いや、そんなことは気にせず、それでは本日のニュースご覧ください、どうぞ。テラスハウスナンバーワン美女ローレン祭、ネットフリックスの映画に出演。テラスハウスのハワイ編、テラスハウスアロハステイトに出演したモデルのローレン祭がネットフリックスのマクシーに出演するとデッドラインが報じました。女優のエイミー・ポーラーがメガホンを取る同作は、小さな町の少女が母親の影響で高校でフェミニズム運動を始める話で、新生ハドリー・ロビンソンが主人公を演じるという。いや、僕ね、このね企画の中でね、テラスハウスのね話題もねずっと言いたいなと思ってたんだけど、なかなかねこうニュースとして上がってこないからね。この間なんだっけ、ゆうすけくんのおじいちゃんが5000円札に決まったみたいな、あれぐらいしかなかったから、ようやく言えたよ。いや、ありがとうローレン。いや、そしてローレンがね、もうあれだね、以前なんだっけ、レギオンのシーズン2だか3にもね出演して、もうほんとハリウッドスターじゃないですか。すごいよね。まあすごい美人だからね。それはもうほんと世界も放っておかないから、それはしょうがない。でも今回のそのマクシーっていうのは、なんかヤングアダルト小説らしくて、まあ若者に人気の話なんでしょう、ヤングアダルト小説ってのはさ。でお話がなんかフェミニズム的なね、物語っていうので、まああんまり興味はね出ないよね。まあでもね、まあ、青春コメディものっていうことで、まあネットフリックスでねやるって言ったね、言ってるんで、まあ見るとは思いますけども、まあね、面白かったらいいですね。はい。ブレイキングバッドのフライドチキン店、米ウーバーイーツに登場。テレビドラマブレイキングバッドに登場したフライドチキンの店ロス・ポジョス・エルマノスがバーチャルレストランとしてロサンゼルスにオープンすると、ザ・ハリウッド・レポーターなどが報じました。10月24日からの6ヶ月、ウーバーイーツによるデリバリー限定で、その後は他のデリバリーサービスでも注文ができることになるとのこと。フライドチキン、フライドポテトの他にバターミルクを使った衣のフライドチキンをバターを塗ったバンズで挟んだアルバカーキーホットチキンサンドイッチも販売。チキンの上にスローグッドマンと名付けられたコールスローを乗せて食べるのがおすすめだそうです。ウーバーイーツって何なんすか？いや知らないのよ。だって北海道札幌やってないからね、ウーバーイーツ。さっき調べたもん。いや、ちょくちょくは聞くよ、なんかその芸能人とかウーバーイーツでなんか食べてますなんて聞くけど、よく知らないんだもん。なんか宅配サービスなんでしょう、その食べ物。そんな便利なね、ものがあるのね。羨ましいわ、ほんとは。ねえ。でもあれだね、こうやってさ、まあその食べ物を、その映画とかドラマに出てきた食べ物を、そう簡単に宅配サービスで届けられるっていうさ、すごい時代になったね。もう昔はそんな考えられなかったもんね。だからもうこれからの時代さ、やっぱそういうのどんどん増えていく気がするね。なんか例えば日本だったらジブリ飯とか、
ジブリに出てきたさ、ご飯を食べられるレストランとか、そういうウーバーイーツみたいなさ、全然なんか増えそうだもんね。ニシンのパイをさ作って、でそれを魔女の宅急便のさ、あのキキの格好して届けて、で届けられたら、あ、私このパイ嫌いね、完全にあのシーンを再現できるね、そうなったら。ああ、ほんとすごいよね。うん、まあでもね、この動画をね見てる人で、まあアメリカに住んでる人なんで多分いないとは思うんだけど、まあアメリカ住んでる人はこのね、そのウーバーイーツで、あのブレイキングバッドで、それガスがね作ったあのチキンが食べられるってことで、まあ食べてみたら、やってみたらいいんじゃないでしょうか。東映のスパイダーマンがスパイダーマンスパイダーバース続編に登場。プロデューサーのフィル・ロードが投稿したツイートによると、1978年から放送開始された日本の実写版スパイダーマンで描かれたスパイダーマンがスパイダーマンスパイダーバースの続編に登場するという。続編の公開は2022年4月4日。いや、これもね、あれですね、話題になりましたね。まあね、やっぱりスパイダーバース自体がすごいヒットしたし、まあ本当面白い作品でしたからね。あれと続編ってまずどうするんでしょうね。違う世界に行くんですかね、あのマイルス君が。それとももう一回彼らが来るのかな、こっちの世界に。まあどうなるか分かんないですけど、まあでもね、東映版のスパイダーマンが出るってこと、これ日本人的には嬉しいですよね。なんか原作にも出てるんですよね、スパイダーマンとレオパルドンが。もうだからね、これはまあ本当にありがたいんですけど、でもね、俺はね、一つだけね、本当に頼み、お願いがあるんですよね。それはね、この機会に東映版スパイダーマンの DVD ボックスを再販してください。いや、もう一回ね、もう一回っていうか、俺一回も見たことないんだけど、やっぱり Amazon でさ、見るたんびめちゃめちゃ高えの。11万ぐらいすんのよ。いや、高くて買えない、さすがに。だからね、このタイミングでね、再販してほしいんだよね。もう絶対売れると思うの。11万ってさすがにちょっと高すぎるよな。なんだっけ、ホビットとかさ、ロード・オブ・ザ・リングとかで2、3万ぐらいするボックスでも俺結構躊躇するんだから。11万ちょっと無理。だからこのタイミング、お願いしますよ、東映さん。絶対売れるから。少なくとも俺は絶対買うからさ。東映版スパイダーマンとね、あとスペースドっていうね、DVD も欲しいの。あれもね、めっちゃ高くなってるね、Amazon で見ると。イギリスのドラマなんだけど、どっちかね、いや、どっちもね、再販してほしい。絶対買うから、頼むよ、お願い。ジョーカー、アーサーはソフィーを殺していなかった。ジョーカーに登場する隣人ソフィーはアーサーに殺されたのか、一部で議論を巻き起こしていたが、この問題に撮影監督のローレンス・シャーがこう答えた。アーサーとソフィーの関係は空想だったわけですが、彼女は殺されたんですかと聞かれることがあります。トットは彼女が殺されなかったことを明らかにしています。アーサーが殺すのは、ある決まった形で彼を不当に扱った人たち。ソフィーは決してアーサーを不当に扱ったわけではありません。はい、こちらはもう完全に、まあ、ネタバレ案件ですけども、このソフィアが、ね、生きてるっていうか、まあ別に死んでるって思っ殺されたって思った人いるんですかね。まあいろんな考察あると思いますけども、あの流れからしても全然、殺される流れではなかったと思うんでね、明らかになんかね、そんなそんな流れじゃなかったし、別に恨みを買うような流れでもないしね、だから別に死んでないでしょってね、それはもう最初から分かってたと思いますけどね。まあそれにやっぱり、ジョーカーっていうか、アーサーはやっぱやられたりやり返す精神の人ですからね。別にそんなね、やられてないんだから、別に殺されないんじゃない、そりゃ。まあでもね、これでその、まあ、あの前のニュースで、そのジョーカーの続編があるかもなんて話があったわけじゃないですか。もし仮に続編があるとしたら、まあ、ソフィアは出演するんでしょうかね。もう一回出会って、それでね、なんかいい感じになって、
で結局あやべえまた俺妄想してたなんていうね、そういうオチだったとしてもそれはそれで面白いかな。いやどうだろう。まあでももし、まあ、続編があるんだったらソフィアの、ソフィーだソフィアじゃないかソフィーの出演を期待したいですね。はい、ということで今回の気になるニュースの動画はいかがだったでしょうか。やっぱりウーバーイーツってやってみたいね、一回ぐらい。早く札幌来ないかな。まあそんな僕はですね、明日ターミネーターニューフェイトを見に行こうと思ってるんですよ。いやついにね公開されたんで、いやでもね僕のそのツイッターにもねちょろちょろとこういろいろ情報流れてくるんだけど、なんかものすごい絶賛してる人もあんまいないし、ものすごい否定してる人もあんまいないんだよな、うん、どうなんだろうな、全く現段階では分かんないんだよな。でもやっぱりアクションはすごいみたいな、面白いみたいないうこう評価を聞くから、まあアクションの部分には期待したいな。あとエドワード・ファーロングがなんかあるらしいね、やっぱりジョン・コナーね。だからいろいろ気になりますけども。まあ見て、感想動画をね、作りたいなと思いますね。ということで今回の動画はこれで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。